皆さんこんばんは、りょうたです。皆さんは阪神・淡路大震災の時どうでしたか？僕はあらちょうど小学校ぐらいの時で、小学校の行ったら、小学校に各教室にテレビが置いてるんですけど、それが全部地面に地震の揺れで落ちていたぐらいの程度で、僕のとこは住んだんですけど、そっから実家に親戚が泊まりに来たり、その時は当時全然小学生程度だったんで、そこは衝動的ではなかったんですけど、神戸では、高速や三宮周辺が全て地震の揺れで破壊してしまったりしてしまっていましたね。ほんまに、でも僕はそこまで実感はないんですけど、それ以降地震に敏感になってしまったりで、つい最近 の東海の地震であった時は、その時はもう働いてたんですけど、僕の仕事の下請けが東北あるので、そっちの会社は潰れてしまい、こちらに搬送部品などが届かずに仕事は一切なくなってしまったりもありましたね。地震はいつあるか分かんないんですけど、結構でも僕は主に1月2月3月4月ぐらいに多いんですよ。だから今の時期が結構その時期なんで、いつ何があるか分からないんで、いつでも避難できるような心掛けだけは皆さんしていただいた方が、僕自身も何かあった時にすぐ対応できるようにしていきたいと思います。では地震の一言コメントでした。またねー。